1987年に大阪大学工学部を卒業し、同年トヨタ自動車に入社する。海外向けの商品企画や営業といった業務に従事した。在職中にノースカロライナ大学に留学し、MBA を取得する。2007年にファーストリテイリングにユニクロ営業副本部長として入社したが、2008年には日産自動車に移り、2009年に インドネシア日産社長となる。インドネシア日産では3年で販売を倍増。アジアパシフィック日産では販売記録を樹立し、現在に至るまで過去最高販売記録となる。2012年にはアジアパシフィック日産社長検体日産社長に就任した。2014年にボルボカージャパン代表取締役社長に就任。ボルボカージャパン在籍中は5年で、 販売台数40%増、売上80%増を達成。また輸入者初となる、日本カーオブザイヤーに連覇を達成。2020年3月より、ボルボカー、ジャパン顧問を務めた後、2021年1月より、グループ PSA ジャパン社長に就任。ABCDEF 最高の顧客が集まる、ブランド戦略ボルボは、いかにして、 無骨な会社からプレミアムカーへ進化したのかアマゾン。ありがとうございます。